なんじゃこりゃ。こんばんは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 。さあさあ、皆様は今何をしていたんでしょうかね。ご飯かな。なんだろうね。ご飯じゃない。ご飯かな。8時。ご飯終わった頃とかじゃない。ありがとうございます。ご飯何時に食べてた？実家で。え、実家で？早かったでも僕。5時。部活入ってなかったから。早いね。帰ってすぐみたいな。早いね。でもすぐ寝ちゃうみたいな。早いね。赤ちゃんだね。赤ちゃんじゃないよ。はい、はい、ということで乃木坂46の猫舌ショールームが始まりました。拍手拍手。台本渡される。はい、渡されましたね。はい、この配信は月曜から日曜まで毎日20時から日替わりオーナーが番組をプロデュースしていくすぐ食べられないぐらいホットな番組です。そして水曜日は私たち乃木坂46がお送りします。タイトルはせーの、できるかな乃木坂46。イエーイ。はい、なんとですね、乃木坂46が誕生した1月21日、ね、なんとこのコンビでお送りしたいと思います。お願いします。はい、こちらのクリスティです。はい、私は2回目の出演になります。伊藤リリアです。お願いします。ちょっとかぶってたね。かぶらせた、わざと。はい、作詞だ。どう2回目。え、2回目どう。前回何した。前回はちょうどシングアウトのなんと発売日だったんですよ。結構前だね。そうしたら、うん、前回はゴム鉄砲を作った。パン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 。そう、めっちゃ楽しかった。でも本当にタマと一緒だったんだけど、うん、やっぱタマと一緒だからもう普通に楽しく遊んで作ってる感じ。楽屋みたいな感じだった。そう、ね、この前だってね、セイラちゃんとやってたよね。そう、どうでした。なんかあの、うん、予測できない行動をしだすの、うんうん、なんかそうなの。作るじゃん、うん、作って、あ、完成しましたみたいな、うん、なったのに、うん、セイラがなんか急にあのちょっとってなんか崩し始めるの、自分の。なんで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 。なんか合体させて吉田の子、なんかちょっとよく分かんないやつをまた作り出して、不思議ちゃんなのかな、ぶっ壊したの自分の。何してんのみたいな。もうさ、戸惑いしかなかった。ね、楽しかったけどね。ねえ、面白そう、なんか、うん、後輩ともね、うん、できたらいいですね。やりたい。リリアどうなるんだろう。僕どうなんだろう。リリアさんつって。でも、どうかな。でもあんまりお姉さんじゃないかも。でしょうね。なんかまゆたんとかはもう大人だから。年上だしね。そう、お姉さんって感じする。そう、楽しみ。ちょっとそれ見たいな。ね、さっちゃんはさ、うん、猫ちゃんみたい。赤ちゃんじゃん。ね。マジで赤ちゃんの子。いや、全然僕より赤ちゃんみたいだと思う。本当。え、赤ちゃん、え、猫ちゃんみたい、なんか。嘘。猫ちゃんみたいだった。うん。そう。まあ、番組の説明をそろそろ、はい、しようかね。初めてショールームをご覧になる方はまずのりおのアカウントを登録をお願いします。右下のツイッターマークを押してどんどん拡散してください。ということで今回作っていくものを早速見ていこうかしらね。来た来た来た。ボードでよ。さあ、でれん。お、なんだ。え、エンゼルリボンのモビールを作ろう。何。待って、わかんない。じゃあ待って。あのさ、ここにね、ヒントがあるんですよ、ね、ここにあるんです。ヒントが今日ありますって言われて。そうで、夏らしいものだったから風鈴かなって思ってたんですよね。でこれ見て、あ、こんな感じの風鈴を作るんだな。そう、ここにぶら下げるんだなって思ってたら、待って、風鈴ですって言おうとしたの。そう、風鈴の手で話してたんだけど全然違うな。何。エンゼルリボン。エンゼルリボンが多分、ね、まず分かんないし、モビールも分かんないもん。私、僕も分かんない。どっちも分かんない。分かんないじゃん。これモビール？もうちょっと進めましょうか。100万1000日数って言うじゃないですか。そうですね。これは開けろっていうあれですよね。うん。オープン。あ、オープン。じゃじゃん。おお。え、なにこれ。針金とハサミとなんかあの。このキットで6匹作れるよ。だって金魚。金魚をリボンで作るんだ。リボンが入ってる。なんとかリボンってこれのこと。あ、エンゼルリボンエンゼルリボン、これだよ。
え、これ難しそうだよ。でもさ、目がめっちゃあるんだけど目玉すごい。6匹作れるんだって。そうそうそう、 だからこんなに目ん玉タイヤなの。なんかリボンを重ねて組み合わせて作るみたいな、うん、え、模型は2時間でできるの？なんか1匹15分って書いてる。約15分。すごいね。じゃあいっぱい作れるのかもしれない。なんかこんぐらいの実物大のものが、うん、こう6匹作れるらしい。うん、だから 6×15。 え、なんで 15？ あ、15分だから。1匹15分だから。これでも6匹作るの？うん、間引きでもいいんじゃないですかね。ねえ、ちょっとまあ作りましょうか。わかんない、ちょっと難しくてね、全然作れないかもしれないし、ね、あ、ありがとうございます。じゃあ、私ピンクのハサミがいい。いいよ、黒使って。いいよ、全然いいよ。うち黒のハサミ言えそうだから私も黒だよ。なんだよさっきもさ、ストローピンクがいいって言ってピンクにしたじゃん。だってピンクと黄色どっちがいいって言ったらどっちでもいいよっていうか、じゃあ私ピンクやるね。そう、あんま自分の意思言わないんで。だからピンク飲まないでね飲むよって言ってさっき飲んだしね。え、嘘。え、違う、飲んでない。あ、じゃあ、あやが持ってきたジュース飲んだ。タピオカね。そうそうそう。何？あ、あった、推しピンクだ。赤だ、僕サイリウム赤。あ、あやのサイリウムじゃない。違う、私紫とピンク。あ、紫とピンク。覚えてないんだ違う違う、あれ赤とピンク。誰だっけ、赤とピンク。レンカじゃない、レンカだっけ。赤と赤がデンで、なんか3人ぐらいややこしいのがいるんだよな。そう、僕が赤と紫で、デンが赤と赤で、レンカが赤とピンクかな。レンカ赤ピンクじゃなかったかな、多分。ほら、レンカってきてる。あ、レンカちゃんだ。吉田がピンクと紫だから、あのさ、プリンシパルとかさ、単独ライブの時にさ、うん、
とりあえず作る手にしよう。頑張って。うんちょっとね、6匹も作れそう。ててちょっと待って、わかんないわかんない。え？
軽い跡つく。大丈夫かな、不安だ。最初に、うん、待って今みんな戸惑ってんだけど、80センチまで作るじゃん、うん、この長いやつで、うん、でこっから2本をまず切るのね。切った切った、大の分を、うん、じゃその残った半分77センチをまた半分に切って、うん、でその半分に切った37センチかな、なのかな、だから半分に切った2つじゃん、半分に切ったら、あほら2、待って理解できない、あの知識がわからない。だから 5.5 と 5.5 を80から 5.5 と 5.5 を引いたでしょ、うん、その残りを半分にすればいいから結局残ったやつは2つだから、なんで4本作るの、 1,2,3,4 あーそういうことね、同じやつじゃなくてね、80センチを4分割、うんうんうん、分かった、え、これでいいんだよね、だから合ってるよ、じゃあこれを4本作るって言ったのかと思った、あーごめん噛み合ってなかった、噛み合ってなかった。これでだからあの、うん、土台はできたわけですよ。そうそうそう、できましたよ。できたできた。できたできた。いろんな方の協力を。でもね、こっから全然わかんない。あ、ですよね。あ、じゃあこれでいいんだ、これでいいんだ。ほい。わかんないよ。今どこ行ったの？あとさ、レボンがくるんくるんしてさ、ずっと一緒になってくれない。でさ、逆か。なんかこうやったらさ、まっすぐなれないっけ、そんな都市伝説聞いたことない、都市伝説こうやったらくるんでなんない、ならない、よくなるよ、風船屋さん、あるん、お花屋さんとかよかったよ、さ、先に、あ、もうやってた、やります、先に進んでいいかって言おうとやってるわよやってたやってるわよ、踏んで、これを、ね、でもやっぱクルンクルンしちゃって難しいな、は？待って待って待って、だって今回やばいかも、うん、こういうさ、結ぶとかさ、こうですか、僕蝶々結びとかもさ全然できなくて、みんなより、そう、うん、ほんとほんと全然できなくてさ、男の子の方ができてた時、
説明通りにできてんだけど真四角にできなくて腹立つ。なんでこんな変な四角になるの。こうででしょ、なんか算数みたい、図形の問題みたい。どこ通ってんだってこいつはどこ通ってんの。
めめ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 め、できました。この お尻のとこにくっつける、これボンドくっつけるやつ。なんか長くない？
目をつけな。目玉かわいい。じゃあなんかさ、色クリアファイルで、あ、昆布とわかめを生産します。海藻を切れる？昆布とわかめ、あ、クリアファイルを切るんだ。うん、クリアファイルってさ、切るものじゃないからさ、まあね、発想がさ、なかなかすごいね。クリアファイルで海の中を再現しようじゃ、魚切る金魚作ったけど、魚切ってみる。僕魚の絵めっちゃ描いてた一時期。そう、小学校の時に仲良かった友達がめっちゃ絵が上手くて、うん、その子がね、魚の絵ばっかり描いてたの。可愛い魚の絵、うんうん、だからその子見たらなんかいいなと思っちゃって、うん、魚の絵ばっかり描いてた一時期。魚の絵ね、うん、あと僕水族館とかすごい好きなんだよね。大好き。なんかちょっとここは無理やり、動物も好きだけ ど魚の方が興味あるかも。ちっちゃい頃なんか水あこかな、大きいの口かな、
わかんない。なんかうちこれ何80何センチのやつだと思う。あ、そうです。じゃ あの君吊るしてて、ピンクとさ赤にしてみたらダメなのかな。いいよ別に。かわいい。
いいのかな。改装とかどうするの、どこにつけるね、改装とか。
シカ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 あ、もう短くしなきゃ。あ、お、なんか親と二人だと本当に普通に
なんか S 字フックがついて、はい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 、金魚に憧れた魚か淡水魚、いや、よいしょ、はい、金魚も淡水魚なのかな、うん、だって海で消えない、淡水魚、ほいほい、気をつけます、はい、はい、完成、完成、いろいろいけたな、いろいろありましたが、僕は意外とはいけませんでしたけどなんかあいつさ、潰されてない一番上のピンク、え、違う違う、上の方を泳いでる、全部水なの、そうそうそう、あ、なるほど、じゃあお片付けしよう、ほい、お片付け、よし、よしよし、うん、
よしよし。そうだね、今日
ふふふふ。ターくん、ターくんって呼ばないよね。カルーって呼ぶ。カルーか。カルー、カルさん。ほい。はい。ほいほい。ということで、ではでは。ほい。ほいほい。ほいほい。はい、大好評のこのコーナーをやっていきます。でででででで。はい、乃木坂カルタのコーナー。イエーイ。このコーナーはメンバー一人一人の名前が入ったオリジナルのグダグダやないかい。このコーナーはメンバー一人一人の名前が入ったオリジナルのカルタを作っていこうというリレー企画です、うん。放送中に読み札を作って視聴者さんに絵札を変えてもらって一つのカルタを作っていきたいと思います。ということで募集した絵札が届いておりますのでご紹介します。はい、じゃあ お題というかこれ、はいはいはい、あ、乃木坂の最南端僕っ子リリアのりわーり、うん、はい、絵がこちらですね。のあ、すごーい、かわいい、かわいいね。これあれっけ、首里城。あ、首里城、首里城。そう、花笠とね、いらっしゃるよ。あ、髪型もさ、え、すごい、なんかさ、いろんなキャラクターがさ、勢ぞろいしてる。すごい、ほんとだ。あ、ここにもいるんだけど。え、ほんとだ。村長さんだっけ。すごいね。これ、これ、あれ沖縄の。そう、沖縄の花笠をね、持っててね。すごいね。あります、あります。すごい。いっぱいあるので、どんどんいっちゃいますね。はい。ほい。わ、すごい。すごい。シーサーいる。あ、ほんとだ。これあれか、ハイビスカスか。そう、ハイビスカス。沖縄館ね。みんな。何これ日本で。え、これは誰？日本で、ここが沖縄の。で、わかんない。なんかあれかな、ご当地の有名な。多分そうだと思う。はい、クラゲもいる。すごいですね。次、かわいい。はい、でね、すごい、これ、ドラゴンボールじゃん。パロディ。すごい、ドラゴンボール。元気玉じゃん。ね、アンダギー、サーターアンダギーだ。オラに元気ようじゃないんだね。フリーザ、フリーザ様が。これも日村さんかな、日村さんになってる。すごー。こっちのトーン白黒で。あ、ほんとだ。ね、すごい、版画みたい。すごいね。あ、日村さんに寄っている。はい、じゃあ次。はい。はい。はい、はい、はい。すごー。めっちゃ綺麗。色がすごいじゃん。僕って書いてる T シャツに。しかもちゃんとサイリウムの色。そう、すごい。これはあれ、シークワーサー。シークワーサー、え、すごい、すごい、すげえ、すごいね、すごいね、みたいな考えてるね、すごい。あ、これあれじゃん、乃木中のやつだ。あ、懐かしい。なんか真ん中取った人が勝ちのやつか。そうそうそう、すごい。これ、これ、あれ誰、誰だっけこれ、誰、水木、葉月とかじゃなかったかな。確か確か、すごい、すごいね。誰だっけな、葉月か、葉月ちゃんか。かわいい、見て、南極に来ちゃった。何があったの。南極に来ちゃった。最南端じゃなくて、南に行きすぎて。そう、南に行きすぎてペンギンに。なるほどね。凍えてんじゃん。めっちゃ絵がかわいい、うん。おー、なんか個性的な絵が来たぞ。すごい、最南端、沖縄に地図みたいになってる。あ、すごい、ちゃんとリリーがピン、あ、しかもツインテールだ。すごいすごい。すごい、これはね、乃木中のやつ、シーサーになってる。すごい、ちゃんとテロップとかもね、番組って感じ、ロゴのあれとか。すごいですね。すごいね。よし、ほい、ででん。あ、ね、ね、ね、あ、これはもしかして違うやつだ。これも違うやつだ。ここまででした。違う人、はい、ここまでですね。すごいですね、皆様、本当に。どうするんだっけ。はい、あ、読み札を、じゃあ次、あ、続いて自分作るのですね。ますね。はい、じゃあ今から読み札を作っていきます。
じゃあまず人から言おうか。そうだね、3期をね埋めていこうと思って。そうですね、今決まってないのが梅沢みなみと大園桃子の2人かなと。3期はどっちにしよう。時間的にどっちか1人かな。そうだね、どっちがいいかな。どっちがいいかな。すごいお話しやすくてすごく話せて楽しい。あとダンスがねすごい、いいよね、かっこいい。ダンスかっこいい、ダイナミック、うん、小柄なの。すぐ覚えるんでしょ、振り付けをすぐ覚えるのが羨ましい、うん、すごいかっこいい。私、うん、あれ好きだよ個人的に、あのさ、うん、リハーサルとかでさ、うん、あの順番に名前言ってくじゃん、うん、番号とかと一緒に、うん、じゃあさ、そのダンサーの先生がさ、うん、じゃあ名前言ってくから来てみたいな、
呼ばれるとその時にリリアミリアみたいな続けて言われる時とかさなんかなんだろう飛び飛びの時もなんかちょっと一瞬、うん、ってなんないあのねリリアとミリアってどっちだろうミリアさん呼ばれるとえってなるし、ね、僕が呼ばれてもミリアさんがえってなっちゃうっていう、その瞬間が私は好きミリアリリア問題というのがありますけど、ね、そう最初めっちゃだって2人とも戸惑ってたでしょそうめっちゃねえどっちどっちどっちみたいなそう思ってたけど大体ね先輩が音一緒なしそう呼んでる時は大体ミリアさんであの3期とかが呼んでる時は、うん、3期はミリアさんって呼ぶから、うん、大体ミリアっていうそういうのに気づいたそう先輩結構あだ名とかで呼んでくれるから、うん、よしじゃああや、ね、見てくださいほーいめっちゃってくださいどうぞ何ですかね黄色ですね黄色黄色は元気の色はずちゃんの色あなんかハートがいっぱいおお誰だろうこの字誰ですかね最強のぶりっ子おなんかさ得意ちゃんこういうお題の中でも絶対リリアがやった方が楽しいよいややんないですじゃあ、うん、リリアに吹き込まれた言葉を言いますねえ何何何僕なんか何でもいいよえどういうことあの何言ってほしいあ何言ってほしいなんだなんで音止めるんですかいいですねナイスありがとうございますぶりっ子うん、うん、なんか皆さんのねコメントをなんかありますかねうふんがいいってそれ多分あれでしょアスカさんのやつそうそうそうちょっとやってできるじゃん前髪を下ろしてるからあ同じこと、うん、同じこと一回えじゃあこっちこっちか。こっち？うん。からでしょ。うん。いくよ。いいよ。立った方がいい。いきまーす。はい。せーの。うふん。あー、かわいい。違う？違くない。違くない。かわいい。これはぶりっ子なのか。ぶりっ子ではないのかな。じゃあもう一回、もう一個やります。はい。うん。リリアく？え？じゃあもう一個ぶりっ子やってえもう一個ぶりっ子やってください何何がいいねぶりっ子なんだろううんじゃあうんぶりっ子全然思い浮かばないわじゃあ皆さんに愛のメッセージをお願いしますはいいきます、はい、何しようかなうーん I love you おーいいいいいいもう皆さん多分ねテレビの前じゃないや画面の前で拍手してると思います僕は絶対拍手 しちゃうわちょっと顔赤いの可愛い嘘、うん、ちょっと顔赤い気がする本当じゃあちょっと引きます、うん、さあ何があっ出るかな何が出るかなまたもや黄色ですけど何でしょうねあじゃあやりますか、うん、じゃん隣の人20秒見つめてだっていいよ全然余裕ですねうんじゃあやりましょうはいこいつ邪魔立つはい次これ吉田の罰ゲームじゃん罰ゲームって言わないでよ見つめてるだけじゃないはい1,2,3,4,5,6 うわー目そらしたー9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 はい終わりちょっとはいいろいろじゃあふっかけてきたけどね弾き飛ばしましたなんて感じ
じゃあ、あと1回しようかな。うん。はい。はい。ブルーン。え、これって言っていいの？じゃあ、じゃあですね。あ、な。じゃあ、もう一回。もう一回。もう一回？うん、もう一回。ね、なんで言わないんだって思ってるねきっともう一回、うん、ちょっと待って、思うようなのが出ない。違うんだよ、違うんだよね。違うなってやりたいことができないんだよな。なんか顔があるぞ。あ、いいですね。これする？これにしましょう。じゃあですね、これにします。あの、実はですね、このあと、10時から、はい、山下美月が、ショールームをやるんですね。乃木曜日。そうなんです、乃木曜日がこのあと10時からやるんですけど、今出したこのお題をですね、その山下にちょっとやっていただこうかなと思って、ね、いいですね連動ということでね。そう、ちょっと今日はね、連動企画的な感じでやろうかなと言いまして。そうなんです。そうなのでね、ちょっと、まあ、どういうことをやるかどうする、言う、いや、言わないで、言わないで。これはちょっとめちゃくちゃいいものが見れると思う、ね、これいいよね。ね、ちょっと可愛いよね。すごいね、当たりを引きました。山下はきっと全力でやってくれるだろう。そう、ぜひね、いいね、ちょっとなので、もまあ気になる方はこの後10時から、ね、気になる方は見てください。テロップ出してくださってる。あ、そう、すごい、すごい。10時から山下美月 の、 そう、個人ページっていうのかな、わかんない、そうかな、ね、そう、乃木曜日やるので、まあ、今見てくださってる方は猫舌終わったらもうそのまま山下の方に飛び行っていただいて、見ないとこの台は永遠に謎のままになってしまうので、見てほしいです。見てください。そう、うん、なのでちょっと楽しみにしておいてください、ね、あと12分後かな、ね、そうだね、見れる、見れますから、もうちょっと、てかもうそんな時間なんだね、うん、すごい。そうだよ、あっという間すぎる、ね、はい、ということで、そうそうそうなんか一個転がっている。お題入れる？お題、うん、どっちもいいよ。書く？ちょっと書く。ちょっと前に出すね。はい。いいよ。あ、ごめんなさい。おお。はい。おいおい。おお。はい。なんかあるかな。すみません、2枚取れた気がする。2枚取れてなかった。はい。ありがとうございます。わかんないけど。自分でそう引いたらね、どうしようってなっちゃいますけど。はい。はい。あ、踏んじゃった。ポコン。ポコン。あ、踏んじゃった。はい、出ました。よし、これさ、めっちゃ全部中に覗きたいんだけど。ダメダメです、今覗いたら意味がありません。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ということで、はいはいはい、以上のギーガチャ46のコーナーでした。はい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 、うん、はい、そろそろ終わりも近づいてきたということで、一旦ここまでで CM です。 CM はありませんごめんなさい回さないでください、チャンネルをはい、ということで、どうでしたか今日は。金魚を作りましたけど何一回さ、テロップさ、うん、の話していい、うん、てってれーにオチを言うポテンシャルありませんか、あれで。どういうこと、どういうこと、どういうこと。てってれーで、うん、そのオチを担うほどの、うん、効果はないのみたいな。確かに確かにそう、確かに確かに。でも何もそう思い浮かばなかった。てってれー以外が。どうする、告知なんかあれば。あ、告知ある。あ、ある、いいよ、言って言いたい。え、言いたい、言いたい、言いたい。あ、そう、うん、じゃあ言います、言いますね、うん、8月23日え、いいよ、言って。はい、8月23日に雑誌アップデューボーイさんが発売されます。はい、はい、そして同じ日ですね、8月23日雑誌ブロディさんも発売されるので、よかったらチェックしてください。そして、はい、ちなみに次の日、カズキの誕生日。あ、そうじゃん、
ハニーさんです。8月23日ハズちゃんの誕生日、はい、イエーイ。私は今日会ったからプレゼントも渡しちゃった。あ、会ってない。あ、明日会うわ、はい、明日あげよう、はい、じゃあ、はいはいはい、そして24日ですね、次の日、うん、23シングル、23枚目シングルシングアウト発売。言っちゃうんだよ、23度って僕23度すごい言っちゃうの。サードって言うもんね。なんて言うのじゃあ23rd? 23rd シングル言わなくない？23枚目、うん、サードはサードだから3以上の。だから23枚目シングル、シングアウト発売記念全国握手会が幕張メッセで行われますのでね。全国握手会はもう買ったら握手できますので、うん、皆さんお待ちしてます。はい、え、突然すぎるのよあなたは。そして9月4日乃木坂46 24枚目シングル夜明けまで強がらなくてもいいが発売されます。わーイエーイ、ね、早いですね。音源も解禁されているからね、どんどんぜひぜひ聞いていただきたいです。ほいほいほい、はい、皆さん今日の配信いかがでしたでしょうか。ほい、私がお姉ちゃんやってたでしょ。あねーあねーあ、間違えた。でもめちゃくちゃ ね、今日はね、普段の素の感じだった気がします。もうなんか普通に遊んでる感じだった。本当、うん、なんかさね、すごい綺麗になってる。綺麗になってたアンバランスがなくなってる、ね、ありがたき、すごい。さっき運ばれていたのはこれをしてくださる、ありがとうございます、ね、そう、あ、また間違えた、危ない。あわわわ、たくさんの方が見に来てくださったということでですね、感謝を込めて10位の方からお名前をお呼びしたいと思います。はい、じゃあランキングをね、うん、10位の方から読もうかね。はい、はい、読む？最初読む？どっちでもいいよ。10位の方は、あ、ね、間違いないね。きびたきさん、きびたきさん、はい、ありがとうございます。そして10位が iPhone やめた人間さん、おー、ありがとうございます。はい、8位がですね、え、レッドクル英語やレッドクルさん、ありがとうございます。7位か、7位、旬、乃木坂が好きすぎるさん、うん、ありがとうございます。はい、6位がショウタン、くまにゃんちゅうサマーズさん、ありがとうございます。5位、チャミさん、ありがとうございます。そして4位が山本リリアに名前呼ばれた、呼ばれました、呼ばれたよ山本さん、ありがとう。そして3位フロン、名古屋行くぜさん、ありがとうございま す。ライブかな、うん。2位がカエデズのはじめ総務課長さん、うん、ありがとうございます。1位、大勢吉田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。もう、ね、3万8000人の方が、あ、すごい、見てくださっている、ありがとう、嬉しいです。すごい、もうお時間になってしまいますが、ね、いや、楽しかったですもん。本当に嬉しい、ありがとうございます。ということで、次回のできるかな乃木坂46は8月28日水曜日の8時から配信の予定になります、はい、次回のメンバーは追ってお知らせしますので、ツイッターなどでチェックしてください。はい、はい、そして来週の配信を見逃さないためにも、番組上じゃないや、画面上のハートマークを押してこの番組をフォローしてください。フォローするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせがいきます。はい、はい、それでは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 、ああ、そうだ、山下に向けてじゃあメッセージみたいな感じなのかな、ね、続いてはね、うん、10時から山下美月のギオビーありますので、皆さんそちらもよろしくお願いします。山、頑張ってね、頑張って山はい頑張れ頑張って、見るからね私はちゃんと大好き